はいどうも皆さんこんにちは、スターディの河野玄斗です。今回も楽しく大学入試丸1年分の実況プレイやっていきます。実況プレイっていうのは僕がただね初見の問題を解きながら考えたことを話していくっていう内容なんですけど、やっぱり大学入試の問題解くの楽しいですよね。楽しいんですよ。だって勉強を通して集めてきた武器を使って入試問題っていう敵を試行錯誤しながら倒していくのってもう完全にゲームと一緒じゃないですか。しかも僕自身がね初見の問題に対してどういう風に対応しているのかっていうのを皆さんに共有できるので、まさに一石二鳥な企画なわけです。そして今回プレイしていくのが2023年九州大学の入試問題丸1年分。九州大学は実は去年の数学で過去20年間で一番難しかったって言われてるぐらい地獄の年だったんですけど、なんと今年ですねその難しさを更新したみたいです。人によっては全大学の中で一番難しかったって感じてる人もいるみたいで、もう本当にね受験生にとってはかわいそうな年でした。対問一つで150分の試験、まあ、正直ね解けるかどうか不安ではありますが、心して実況プレイしていこうと思います。はい、それでは九州大学の実況プレイやっていきましょう。楽しみですね。ではまず第1問から。以下の問いに答えよ。括弧1番が4次方程式これを解けと、まあこれは排反方程式ですね。まあ係数が解分みたいになってるもので、まあ普通に考えたら x2 乗で割ってあげて x プラス x 分の1を t みたいな感じで置いていけばいいんですけど、まあこれはあの因数分解見えましたね。 x2 乗マイナス x プラス1の2乗かな、うん、合ってますね。まあこれはなぜ見えたかというと、あの排反方程式ってよほど意地悪じゃない限り x2 乗プラスなんとか x プラス1でくくれるわけですよ。でまあこの係数見たら、まあおぼろげながらにこれが出てきたみたいな感じですね。よし見えました。ということで x イコール、2分の1プラスマイナスルート3i か、はい終わり。括弧2番、複素数平面上の三角形 ABC の頂点を表す複素数をそれぞれアルファベータガンマとする。でこれが成り立つとき、この式が成り立つとき、三角形 ABC はどのような三角形になるか答えよと、まあ、三角形 ABC の頂点がそれぞれアルファベータガンマということで、まあよくわかんないけど括弧1番の方程式はどっから出てくるんでしょうね。まあ4乗絡んでるし、あとまあ感じたこととしてはアルファ引くベータ、ベータ引くガンマ、ガンマ引くアルファって結局まあアルファベータガンマ頂点の差じゃないですか。差だけに着目してね式が成り立ってるので、ということはまあ平行移動してまあどれかを原点に移してあげても、まああの三角形の形状としては影響ないっていうことが分かりますよね。なので例えばじゃあアルファを原点に置くとしたら、ベータマイナスアルファっていうのをベータダッシュ、ガンマ引くアルファっていうのをガンマダッシュみたいに置いてあげれば、まあだからアルファマイナスアルファだけ平行移動してあげれば、元々の式っていうのはアルファ引くベータの4乗はベータダッシュの4乗で、ベータ引くガンマの4乗っていうのは、まあ、これベータダッシュ引くガンマダッシュか、これ上引く下すればいいですかね。ベータダッシュ引くガンマダッシュの4乗で、これはガンマダッシュの4乗かな、イコール0っていう風になるので、まあこれを展開していけばいいのかなっていうか、まあ展開したらこれ出てきますね。まあベータダッシュとガンマダッシュの同時式、まあどっちも4次なのでガンマダッシュの4乗で割ってあげますか。ガンマダッシュの4乗で割る、でここで割り算するときに0かどうかっていうのをチェックすればいいわけだけど、ガンマダッシュっていうのはガンマ引くアルファで、まあ三角形の頂点アルファとガンマっていうのは当然異なるから0じゃないよねっていうことを言ってあげれば、まあガンマダッシュ分のベータダッシュっていうのを x と置けば x の4乗足す x 引く1の4乗足す1イコール0みたいになって展開すると、まあ、これがね x4 乗引く 4x3 乗足す 6x2 乗引く 4x 足す1で展開できるから、まあ、x4 乗足す1足して2で割れば括弧1番の方程式になって、大丈夫ですかねついてきてますかね。これ解くと括弧1番より x イコール2分の1プラスマイナスルート 3i、まあ、これがコサイン60度プラスマイナス i サイン60度ということで、まあ、60度の回転の、複素数に対応してるわけだから、ガンマダッシュ分のベータダッシュがこれ、つまりまあ、60度回転させたものですよと、はい、正三角形ということが分かるわけですね。まあこれはね括弧1番の基本的な排反方程式っていうのを解いた上で、括弧2番は相対的な位置関係っていうものにね着目してあげて、まあ括弧1番の方程式出てくるよねっていうのに気づけばそんなに難しくない感じですかね。まあ答え合わせはね最後にまとめてやるんですけど、まあ、正三角形は
なんか合ってそうですね。はい。では、続いて第2問。アルファを実数とする数列 an が h イコールアルファ an プラス1イコール、なるほど、まあ、こういう全化式を考えるね。で、定められるとき以下の問いに答えよ。で、アルファが1以下、まあ、だから初項が1以下のときの、収束加算で、2より大きいときの収束、ああなるほどね。だから初項がどういう値だったらこの an の数列っていうのはどういう風になりますかと、収束しますか発散しますかっていうのを調べていくと、まあ全化式がこれなんだけど、これあの an が1以下だったら、 an が1以下だったら an プラス1、0になるよね。だってここがマイナスになって全く同じということは0になるということは、でそれで1回0になっちゃったらまた次も0になるわけだから、1回でも1以下になったらもうそれ以降ずっと0になる、だから収束するっていうことが言えるみたいなことを使っていくのかな。カッコ1番が α が1以下ということは、まあ a2 が0だもんね。a2 が0で、 a2 が0で、まあ当然 a3 が0で、点点点よって、まあ0に収束と。まあ、これはちょっと実験すればわかりそうですね。まあ一応厳密にね、これ証明するってなると数学的機能法が必要になってくるんだと思うんですけど、まあこれぐらいは明らかかなと思いますね。カッコ2番が α、大なり2の時、数列 an の収束加算を調べようと。まあこれは、1以下になったら、1回でも1以下を経由したら0になっちゃうわけだよね。ということは、1以下になんなかった場合っていうのは、てか1以下になるまではこれが正になるわけだから 2an-2、 この全化式で進んでいくわけですよね。まあ α が2より大きいということは多分ずっと2より大きいっていうのが維持されるわけだと思うんですが、まあ実際そうですね。 α が2より大きかったら、まあ、a1 が2より大きかったら、まあ、次の項も 2an-2 っていうのは2より大きいから、まあ本当は数学的の方を使わなきゃいけないんですけど、ずっと an が2より大きい。ということで、この全化式が、まあ、n が無限までずっと維持されるわけですよね。ということで、この全化式を解けばいいのか。これ、特性方程式解くと2だから、an-2、あ、an プラス1-2イコール2倍の an-2 みたいになるわけだから、an、まあ、丁寧に字を書きますか。an-2 っていうのは2の n-1 乗倍の 1-2 と。よって an っていうのが2足す2の n-1 乗 α-2 っていう形になって、α が2より大きいときっていうのは当然これが無限に発散するから、まあ、無限に発散。これでいいのかな。はい。括弧3。α が1から2分の3とき。まあだから、1以下の時はもう秒で0に収束して、2より大きい時は、まあずっと無限に発散すると。だからこの2分の3っていう数値がポイントになってくるんでしょうね。2分の3ぴったりだとどうなるんだ ?2 分の3ぴったりだと、2分の3引く、まあ2分の1足す、まあこれに入れればいいのか。3引く2で1か。ああ、なるほど。ということは、2分の3の時っていうのは、その次から1より小さくなるわけだから、はい、わかりました。アルファが1から2分の3の時っていうのは a2 が1より小さくなるのか。そうだよね。 a2 が1より小さくなるということは、まあ1よりね、小さく1回でもなればそれ以降ずっと0が続いちゃうわけだから a3 以降が0と点点点よって0に収束。こんな感じですかね。括弧4番、アルファが2分の3以上2未満の時、数列 an の収束加算を調べようか。まあ少なくとも2分の3以上だから a2 は1以上と。アルファが2分の3ぴったりだったらその時点0に収束するわけだけど、っていう時点でなんか多分これ0に収束するんでしょうね。どういうことかというと、これアルファイコール2分の3ピンポイントの部分を含んでるわけじゃないですか。ということは、α イコール2分の3のときは、a2 が1になっちゃって、a3 以降が0になる。ということは、α イコール2分の3のとき0に収束するわけだから、まあこれ、多分、
これ全体としてゼロに収束するっていう議論をしていけばいいのかなっていう気がしますね。で、1回でも、まあ、ゼロに収束するっていうことを言えるためには、1回でも、まあ、いずれ1以下になる瞬間を踏むことがあるっていうことを言えればいいわけですけど、まあ、だから、最初のうち等分は、こっち、an プラス1イコール 2an マイナス2。この全化式で進んでいくわけですよね。あ、わかりましたね。で、これっていうのは、全化式解くとこれになるわけなんだけど、α-2 の部分が2分の3以上2未満だったら負になるのか。負になる。ということは、2の n-1 乗かける負。だから n が大きくなればなるほど、この第2項っていうのはマイナスがどんどん大きくなっていって、まあ、an イコール2プラスどんどんちっちゃくなっていく項。まあ、無限、マイナス無限の方向までね、いくらでも小さくなりますよね。ということは、どうせどっかのタイミングで1以下になる瞬間あるよね。1以下になった瞬間、それ以降は全部0になるわけだから、必ず0に収束するっていう感じかな。収束と。はい。まあ、これをちゃんと記述するってなると、まあ、難しいかもしれないんですけど、まあ、要は、こういう感じで答えにたどり着くっていうことかな。だから、まあ、ポイントは、1回でも1以下になったら0に収束するっていうことに気づくのと、この全化式っていうものを解いた時の α-2 が、だからカッコ2番だと α が2より大きいから無限に発散するし、α が2より小さければここが負なわけだからいくらでも小さくなる。ということは1以下になる瞬間があるっていうことに気づく。まあ、これがポイントかな。まあ、実験が大事な問題でしたね。まあ、実験が大事だね。実験が数学で大事だよっていうのは、もう徹底基礎講座で口酸っぱく言ってることですから、まあ、無事解けてよかったです。ね。では、続いて、第3問。あ、わかりましたね。ちょっと、これ、今、どういう思考にたどり着いたかっていうのを順に追って説明するんですけど、問題文長っ !3 分の π から、あ、違う、ごめん。6分の π から、なんかすごいナチュラルにごめんとか言っちゃったけど。まあ、でも、ただの計算なんだね。ということで、無事、全部正解することができました。イエーイ!いやーよかった。やっぱ徹底基礎講座数3取ってて、まあ数3のね、いろんな定番問題とかっていうのがあって、間違えるわけにはいかなかったんで、正解できてほっとしてます。でもなんといってもね、第4問がエグすぎます。いや、難しすぎる。てかまあ全問ね、トータルで見てすんごい難しかったんですけど、特に第4問は難しいというか、非常に大変。てか第3問難しかった。いや、もう全部難しかったわ。この第3問とか第4問とかで僕が悲鳴を上げながら解いてる様子は LINE アットの方をね、登録してもらえると全ての問題の実況プレイが見れますので、ぜひね、お得な情報も発信中ですので登録してもらえると嬉しいです。今後もいろんな大学の入試問題を実況プレイしていきますので、ぜひチャンネル登録、高評価、そしてこういう動画撮ってほしいよっていうのをコメントしてもらえると嬉しいです。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。